神仏集合。神仏集合とは、日本土着の神義信仰、神道と仏教信仰。日本の仏教が根合し一つの信仰体系として、最高層、集合された宗教現象。神仏根合とも言う。明治維新に伴う神仏半前令以前の日本は、千年以上、神仏集合の時代が続いた。 神々の信仰は本来土着の素朴な信仰であり、共同体の安寧を祈るものであった。神は特定の氏、氏や村、村と結びついており、その信仰は極めて閉鎖的だった。普遍宗教である仏教の伝来は、このような伝統的な神観念に大きな影響を与えた。仏教が社会に浸透する過程で、伝統的な人義信仰との融和が図られ、 古代の王権が天皇を天神神の子孫とする神話のイデオロギーと、東大時代仏に象徴されるような仏教による神語国家の思想とを共に採用したことなどから、奈良時代以降、神仏関係は次第に緊密化し、平安時代には神前土教、神宮寺が広まった。日本への仏教の伝来から、神と仏は同じものとして信仰されていた。 その素朴な神仏集合観念は、やがて仏教の仏を本体とする本字衰着説として理論化されるようになり、さらに戦国時代には、天と思想による諸州は一つとする統一的枠組みが形成されるようになった。552年、538年説ありに仏教が公伝した当初には、仏は、しげる神、隣の国の神として、 日本の神と同質の存在として認識された。日本で最初に出家して、仏を祀ったのは、に、全身にと、日本初期にはあるが、これは、巫女が日本の神器を祀ってきたのをそのまま仏に当てはめたものと考えられている。寺院の消防によるフッの祟りという考え方も、仏教には祟りという概念はないため、神義信仰をそのまま仏に当てはめたものと、 理解できる。宇佐神宮が朝鮮半島の土俗的な仏教の影響のもと、6世紀末にはすでに神宮寺を建立したとされているが、一般的にはそれより後、日本人が、フッツは日本の神とは違う性質を持つと理解するにつれ、フッツのもとに神道の神を迷える主張の一種と位置づけ、日本の神々も人間と同じように苦しみから逃れることを願い、 ふつの救済を求め、離脱を欲していると認識されるようになったとされている。これを新神離脱という。七百十五年、霊気元年には、越前国家被大臣の託戦により、神宮寺が混流されるなど、奈良時代初頭から国家レベルの神社において、神宮寺を混流する動きが出始め、万願禅寺らにより、鹿島神宮、鴨神社、伊勢神宮などで、 境内外を問わず神宮寺が併設された。このような神のための神域内の造寺造物を、崩落という。奈良時代後半になると、伊勢桑名郡にある、現地豪族の氏神である、田戸大臣が、神の身を捨てて、仏像の修行をしたいと、託戦するなど、神宮寺建立の動きは、地方の神社にまで広がり、若狭国若狭尾古大臣や大見国奥、津島大臣など、 他の諸国の神も8世紀後半から9世紀前半にかけて仏道に敬する意思を示すようになった。また、当時、薬師寺に見られるように9世紀には身体が菩薩型を取る創業や綿たも現れた。こうして苦悩する神を救済するため、神社の傍らに寺が建てられ神宮寺となり、神前で度胸がなされるようになった。また、神の存在は、 もともと不可視であり、より大によって知ることのできるものであったが、心臓の造形によって、神の存在を表現するようになった。こうした神々の仏道機への託戦は、そのままそれらを祀る有力豪族たちの願望だったと考えられている。律令制の導入により、社会構造が変化し、豪族らが単なる共同体の主張から指摘所有地を持つ。 重的な性格を持つようになるに伴い、共同体による祭祀に支えられた、従来の人義信仰は行き詰まりを見せ、私的所有に伴う罪を自覚するようになった、豪族個人の新たな精神的支柱が求められた。大乗仏教は、その構造上がりた子を通じて、罪の救済を得られる教えとなっており、この点が豪族たちに受け入れられたと思われる。 それに応えるように雑密を身につけた修行像が現れ、神宮寺の根気を進めたと思われる。まだ密教は体系化されていなかったが、その呪術的な修行や奇跡を重視し世俗的な富の蓄積や繁栄を肯定する性格が、神義信仰とも接中しやすく、豪族の配下の人々に受け入れられやすかったのだろうと考えられている。こうして神社が寺院に接近する一方、寺院も、 神社側への接近を示している。8世紀後半には、その寺院に、関係のある神を、寺院の守護神、陳樹とするようになった。710年、和道3年の幸福寺における、春日大社は最も早い例である。また、東大寺は、大仏建立に協力した宇佐やわ神を勘定して、陳樹とした。これが、現在の田向山やあたぐである。 他の古代の有力寺院を見ても、延暦寺は、日吉大社、金剛宝寺は、乳神社、陶寺は、伏見稲荷大社などといずれも、守護神を持つことになった。このように仏教と敵対するのではなく、仏法守護の前身として取り込まれていった、土着の神々は、御法前進と言われる。この段階では、神と仏は同一の信仰体系の中にはあるが、あくまで別の存在として認識され、 同一の存在と見るまでには及んでいない。この段階を、後の神仏集合と特に区別して、神仏根校ということもある。数多くの神社に、神宮寺が寺院のもとに神社が建てられたが、それは、従来の神儀信仰を圧迫するものではなく、神儀信仰と仏教信仰とが互いに補い合う形となっている。これらの神宮寺は、雑密系の経典を中心とし、 地域の豪族層の支援を受けて基盤を強化しつつあったが、一方でこの事態は豪族層の人義信仰離れを促進し、人義信仰の発保儀礼に由来するとされるその徴収や人義信仰を通じた国家への求心力の低下が懸念されることとなった。一方で、律令制の変質に伴い、大事者が所領拡大を図る動きが始まり、地方の神宮寺も大向上。 大臣院の別院と認識されることを望むようになってきた。朝廷側も国家鎮護の大臣院の系列とすることで諸国の神宮寺に対する求心力を維持できることからこれを推進したが神議信仰と集合しやすい呪術的要素を持ちながら国家語辞や普遍性、抽象を備えた教説として諸国神宮寺の心を捉えたのが空海の伝えた新言集であった。 一方でこのような要望を取り入れるべく、天台宗においても、縁人や縁人による密教授業が進んだ。また、奈良時代から発達してきた、修験道も、領宗の密教の影響を受けながら、神仏集合とも強く関係しつつ、独自の発達を遂げることとなった。本寺衰着説により、普遍性を獲得する契機の先頭に立ったのが、八幡神や日吉神。 熊野神など早くから仏教と深い関係を取り結んでいた神々であった。とりわけ、熊野の神々は、主言道と結びつくとともに、陰の記憶を受け、陰世紀以降に熊野信仰を全国に広げていった。熊野は、本宮、神宮、那智の三社、熊野三所本源で構成され、熊野本宮の本寺、阿弥陀如来は、 平安末以降の阿弥陀仏による救済願望に応える神として、宗書の信仰を集め、一大霊場として繁栄を極めた、ありの熊野参り。この時、浄土信仰を報じる一辺も参詣し、託戦を受けて、自主海峡へ踏み出している。熊野信仰の流星は、古代的な価値観の解体も示しており、熊野信仰の特質の一つの苦行が霊源を高め、現世的なものを 身体的なものを超えた、高次元の精神的なものを思考することとなった。その霊言をてこに、日本第一大霊言書と称して、比類なき神格の尊気性を主張し、異性、熊野道体論が登場するなどし、神々が互いの霊言を競い合うようになった。たたりとは、神の意志の表現方法であり、人の霊の一部が、神に比した、たたりをなすという考えは、 奈良時代より見られる。これが五霊信仰である。五霊信仰は政治的闘争において敗北して処刑された人の霊が薬病などのたたりを行うと信じて、その霊を慰めようとする信仰であり、怨霊信仰の一種とされる。この五霊信仰が人を神と祀る人身信仰の始まりであり、幽霊への信仰の始まりでもあった。密教の交流は 王権の相対化をもたらし、藤原氏の勢力拡大に伴う旧来の民族の没落とも相まって清掃敗死者を担いで王権への不満や反発を正当化する怨領信仰が盛んとなった。この動きは平安時代前期には五霊界の流行を引き起こしたが民間の疫神への信仰と結びつき、疫病をもたらす疫神の調領と考えられて、それを慰めるための ご礼界が模様された。平安時代の音量信仰の特に最大の存在が菅原道真の音量である。道真の霊は、はじめは恐ろしい音量と見られていたが、道真は文人として知られていた人でもあり、後には学問、科の神として信仰されていき、慈悲に満ちる神として天神信仰へと変化していった。この変化に際し、仏教の論理により、 天武として位置づけられたことは、王権に対する、たたりの後に祀られて、前身、後方前身となったという考え方が、密教の影響だったと示している。この典型的な例が、平の正門即位の状況に見られる。正門の神皇即位は、神仏集合の神であり、天皇家の祖神でもある八幡神がその位を授け、息気、辞令を、菅原道真が書いたとし、 仏教音楽により、儀式を行うようにと、仁義信仰の御子が作戦したものであり、王権相対化の論理を正当化する手段としての、仏教の影響が強く現れている。一方で、ご霊信仰と、歴史信仰の融合から出たのが、五図天皇の信仰である。京都ではご霊会を受け継ぎ、祇園語了解が恒例となり、その拠点として、気王天神堂が創建され、これが、 現在の八坂神社となり、祇園五了解が祇園祭となった。このように呪術的な信仰を求める大衆に対しての仏教の側からの浸透に対抗し、人義信仰の側からも理論武装の動きが出てきた。人義信仰においては従来それほど顕著でなかったに、極対率の考え方が発達し、清と汚れの二極が強調されるようになった。 このため九世紀から10世紀にかけて、従来は払いで済んでいた汚れ除去の方法が、恩苗道の影響もあり物意味中心に変わってきていることが確認されている。人儀信仰の論理性の強化は、仏教側からの侵食に対抗するとともに、仏教側と共生することを可能とした。10世紀末には、浄土思想にも汚れ思想の影響が見られ、王女幼衆などには、 本来の仏教の清志絵総理会のための手段として、人儀信仰の穢れを利用した論理が見受けられる。神宮寺の創建を経て、神仏の集合は進んでいき、十世紀頃には本寺衰弱説が成立した。本寺衰弱とは、仏菩薩が主張を救済するために、仮に神の姿として現れたものとする説である。 本次衰弱説は、汚れを忌避する人義信仰に対し、汚れから根本的に離脱する方法を提示できる仏教の優位を示すこととなった浄土思想の普及により出てきた動きであり、仏教上位の状況下において仏教側から人義信仰を取り込もうとする動きとも理解できる。絶対的存在としての仏や菩薩と、その化身である神という形を取ることにより、 神仏の調和の理論的裏付けとしたのである。また、このような仏教優位の考え方は、汚れと日常的に接する武士の心を捉え、以後の八幡神信仰や天神信仰の交流にもつながることとなった。八幡神は、神と仏の歴史を見る際に、重要な役割を担ってきた神であるが、歴史上では、九州部全国宇佐地方より、奈良時代に登場し、平安系戦土には、 京都に岩清水、八幡宮が誕生された。王人天皇と同体ともみなされ、天照大臣と共に天皇家の始祖神とされた。七百四十七年の東大寺大仏造営事業の際には神々を代表して、この造営に参画するために上京したとされ、あるいは一部の神々が菩薩と名乗るようになったのも、八幡神が最初であり、明治維新まで八万、 大菩薩と号していた。さらに、鎌倉時代になると、本寺衰弱説による、両部神道や三能神道による大払い言葉、中富の払い言葉、訓戒の仏教的解説や、危機神話などに登場する神や、神社の祭神の仏教的説明の試みが、活発化し、中世に本気と言われる現象が見られるようになった。仏教の天部の神々も元来は、 ヒンドゥー教の神であったように、インドに起こった仏教は他国への伝播の過程において、日本だけでなく、中国においても、その地域社会の土着の神々や、歴史上の重要人物を仏菩薩の化身として、包摂することで根付いていった歴史がある。仏教には、そのような性質が本来あったことが、神仏集合を生んだ要因でもあった。鎌倉時代末期から、 南北朝時代になると、僧侶による神道説に対する反動から、逆に神こそが本事であり仏は仮の姿であるとする神本仏弱説を唱える伊勢神道や唯一神道が現れ、江戸時代には儒学の理論により両派を統合した水下神道が誕生した。これらは仁義信仰の主流派の競技となっていき、神道としての競技確立に貢献した。 しかし、神仏集合の考え自体は、明治時代の神仏分離まで衰えることなく、続いている。現在、仏教の寺院の墓地における墓石と板塔場がそれぞれ、石時で作られることを、神社における岩倉とひもろぎの影響とする説があるように、近現代においても日本人の精神構造に影響を及ぼしている。日本史の中でも人気の高い時代である。 戦国時代は歴史学の上でも現在の日本社会の原型が成立した最も重要な時代とみなされている。この時代の日本では宗教や信仰も大きな流星を見せていた。戦国時代には神仏集合の観念と布説を合わせるように、さらに天と思想が戦国武将に広がり、天運、天命を司るものと認識され、仏教、儒教に、 日本の神道が結合した、天と思想を共通の枠組みとした、諸州は一つという日本をまとめる、一つの体系ある宗教を形成して、大名も含めた武士層と広範な庶民の考えになり、日本人に広く深く浸透されるようになった。この天との観念は、中国から流入した儒教道徳により浸透したとされ、古くは日本初期、 根尺物語集にも見ることができる。天ントは、収益、証書などの古代中国にあり、自然の設理、道理や、天の人格化に伴いその意志を示すごともなった。日本では加えて、テントは、人間の運命を左右するものとされ、神仏の過護と同等とみなされ、世俗的道徳の遵守、内面的倫理を重視することで、真珠の実がテントにかなうことが大とされた。 戦国武将もテントに反する行いによって罰を受けるとして、神仏への希少を破ること、世俗道徳を破ることで、テントに見放されると感じていた。織田信長、豊臣秀吉、徳川幕府も、テント思想の持ち主であった。天と思想の拡大の背景の一つには、五三前輪を中心とした諸教一致の主張がある。五三の前奏は、 全学を中心としながら広く他の思想にも関心を示したが、これを保証したのが、呪物道の三教一致の思想であり、中国の前輪の思想が移入されたものであったが、日本では道教、道家思想を神道に置き換えながら、真珠仏一致の思想として受け入れられた。天都思想が浸透した、日本の宗教観では、諸州派、 諸教団がそれぞれの神仏をいただいて共存することが、すなわちテントにかなうとされた。当時の日本は、日本州とも言うべき、共通の宗教的神聖を育んだ、見えない国境が形成されており、テントの観念の元教義も、行動様式も異なって見える、諸宗派が、実は同一の思想的枠組みに収まる、共存的宗教観が上下分かたず共有されており、諸宗は、 政教分離的な原則を共有して活動していた。テント思想は、近世以降も続いていき、個々人の倫理と道徳を保障するものとなり、また素朴な信仰面では、太陽と結びつけられ、お天ンさんとして、太陽信仰の一部となっている。テント思想は、明治維新によってその地位が失われたが、現在でも、お天ン様に、顔向けができないといった続言にわずかに残っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。